どうも、ブヒケンとちまばあちゃん、ポイン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 、うん、大丈夫？ちま、手舐めない、いいね、見てるよ、父ちゃん、見てるよ、いい？久しぶりの宴でございます。やっとここに座れるようになりました本日の宴はさっきスーパーで買ってきた安くなっていないエビの天ぷら、そしてベランダの中太ネギ。なぜかというと大丈夫ちま、大丈夫大丈夫で、なぜかというと本日ですね、視聴者様から美味しそうなお酒をいただいてしまいましたので、これはそばですよね。ちょっとちま、カメラ目線しててくれ。ちま、肉もあるぞ。はい、もう立ち上がることもしないですか。はい、しょうがないですね。ここでカメラ目線いい？ちまファンの人いっぱいいるからね。父ちゃんはビールを美味しく、そしてこのビールも3100のオーナー様からいただいたやつで、よいしょ。そしてつまみに舞茸をちょっと茹でてみました。うん、うん、ではいただきます。もう一枚当たっちゃったな。では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 、うん、森口様いただきます。どうぞどうぞ。一滴もこぼさず、いただきます。いいお酒だね、いいお酒だ。うん、これはやばいパターンですね。うん、スルスルいっちゃうパターンだよ。でも明日6時起きだからな。ちまにょん、明日はよっ父ちゃんまた病院行ってくるからな、明日ばあちゃんとな。いや、これ日本酒いいね。うん、いやいや、そばとね、めちゃめちゃ合いますわ。うん、やべえ、天抜きにすればよかった。これうめえな。地酒らしいですよ。うん、うん、いやいや、いいじゃないですか。うん、ちょっと伸びてきちゃったけど、いいや。うん、いいね。どうしよう、ビール一口しか飲んでない。ビールも飲んじゃないとランチ。まあ、よーし。あ、そしてこのオーナー様からいただいたこのエビせん、美味しくいただいております。これクソうめえ半分残してあるんですよ、皆さんでどうぞっつって言ってくれたもんでね。ファミリーたちが来たら振る舞おう。まあ大体ね、ジンパチって人が食べちゃったり持って帰っちゃったりするんですけどね。うん、いいな。今日はゆっくり飲むかしま。まあ、あとは寝るだけだ。カピッと飲んでサクッと寝て、明日の朝な、ちょっと行ってくるからな、ちま。
うまかった。いや、すごい合う。うん、すごい合うな。あ、ちむちゃんは今ご飯中です。まだ一切れ残ってる。いや、美味しかった。ごちそうさま。ごったまよ、ちまちゃん。自分の食べなちゃい。では僕は今からこれをつまみに。